はいどうも、薬病神 YouTuber 大チャンネルです。ということで本日の試合3対1マリズムだっただだだ大事なとこ噛むなよ。ということで本日の試合は3対1マリンズ勝利3連勝を飾りました。はい、お見事。では3連勝を飾ったわけなんですけれども、まあ勝ったとはいえね、今日もいいところもあれば、悪いところもありました。はい、ということで、まあちょっとね、情緒不安定的な動画にはなるんですが、今日のマリーンズのいいところはもう褒めて褒めて褒めまくって、悪かったところはまあもうぶち切れていきましょう。はい、それでは早速やっていきます。まずですね、今日の両先発が、ロメロ投手。昨日井口監督のコメントありましたね。そうですね、ロッテのロメロはロッテのロの字が2つも入ってるんで、明日ロメロ投手期待したいと思います。期待通りのピッチングを見せてくれましたロメロ投手ね。はい、一方、ファイターズの先発が、伊藤大海投手ということで、このね、ロッテに何とかして勝ち越したいっていうところでね、ファイターズは上沢投手と伊藤大海投手持ってきたんですけれども、連敗してしまったということで、今日先制したのはね、マリーンズ、3回の表、ワンアウトから、えっちゃんがショートへの内野安打放ちまして、その後ね、高知がセンター前繋ぎまして、で、その後、高部選手が、レフトファールフライ。うれー高部あの場面は最低限進塁打を打たなければいけないところだった。ゴロだったら全然わかります。フライはダメでしょう。まあでもずっとリードオフマン務めてくれてるから俺は嬉しいけどね。情緒不安定かお前。でその後ね、中村翔吾選手がレフトへ、ヒットつなぎで、ここですね、4番の山口幸喜選手が、レフトへのタイムリーヒットで、これで2点入りました。これぞ4番の仕事、山口幸喜。もう山口選手大好き。で、もうロメロ投手はね、初回から結構ね、アルカンタラ選手だったり、粘られていましてね、ファールで粘られていまして、結構球数は多かったんですけれども、それでもね、フォアボールとかを出さずに、まあしっかりとしのいでいくと。4回の裏にですね、ワンアウトから4番の野村選手に、左中間への、ソロホームランを打たれました。おい、ロメロ！ど真ん中のボールはそりゃ野村選手からすんだったら打たれるべ。打った瞬間って感じしてたしさ、あれはちょっとね、野村選手甘く見すぎたんじゃねえか。まあでもロッテのロの字2つも入ってるから許しちゃうけどね。何この動画で。しかしね、ここがロッテの強さなんですよね。5回の表ね、取られた直後すぐにロッテが取り返しますと、先頭のね、荻野選手がしっかりと、フォアボールを選んで、高部選手を送りバントして、で3番中村翔吾選手の、三塁線抜けていくタイムリーツーベースヒット。もうこの理想的な形ね、もう1番出る、2番送る、3番返す、これが一番理想的な攻撃。これを今までロッテはね、4月とかね、できなかったんだけど、この交流戦入って、その中日戦あたりからめちゃめちゃできてんのよ。だから言いたいことはさ、マジで勝負愛してる。で、こっからちょっとブチギレ案件に入ります。6回の表、先頭安田選手がね、まあ、またフォアボールっていう形で塁に出まして、トシ君が送りバントしまして、で、藤原選手もフォアボールを選びまして、ワンアウトランナー2塁1塁。さあ、もうね、もうこの次、えっちゃんですよ、えっちゃん。キャッチャーファールフライ。ほら、デイニー！なんか今日さ、情けないスイング多かったんじゃない？アデイニーさ、この前の打席でもなんか平凡なライトフライ打って、その凡退を引きずってんのか知らないけど、ここでもランナー進められず、なんか、外のボールはビャーンって当てただけのやる気ないスイングでキャッチャーファールフライってさ。まあでも、守備でたくさん救ってくれてるもんね。大丈夫だ。こんなこと言っていいのかわかんないけどね。で、続いてね、もう一個ね、アデイニー案件がございますね。9回の表、先頭エチバリア選手、三振。ゴール、アデイニー！この前の試合では、ランナー二塁一塁のところから進塁打も打てず、キャッチャーファールフライ打って、9回の表、先頭バッターでバットも当たらんのかい。先頭で出塁するっていう意思もないのかい、これ。ボール、ファール、空振り、空振り。なんやねん、これ。えっちゃん。いつも守備でチームを救ってくれてありがとう。っていう感じで、まあ、ロッテの攻撃はね、3点以降取れることはなかったんですけれども、そこをね、ロメロ投手だったり、リリーフ東條投手、東條投手も圧巻でしたね。ゲレーロ投手、増田投手という感じで、まあ、いつもの勝ちパターンで勝ち進んでいって、結果的には3対1で、ロッテが勝利するという結果になりました。じゃあちょっとね、毎回恒例の井口監督のコーナーに行きましょう。井口監督、今日のヒーローを1人挙げるとすれば、井口監督は、誰にあげますか？
そうですね、まあ投打2人、ちょっと選びたいというところありますし、投げてはね、本当に、まあ、ロメロが、6回1失点とねしっかり試合を作ってくれましたんで、その後もね、リリーフもしっかりつなげたんじゃないかなと思います。ピッチャーはロメロで、そして一方ね、打線の方ではね、まあ、うちのキャプテンの、勝負がね、まあ、4打数3打、まあ、4打席目もね強い当たりの、まあ、実質ヒットのような当たりを打ってくれましたんで、やっぱりね、まあ、3番で使っているだけあってね、勝負が打つか打たないかで大きくねチームに影響すると思いますんで、これからも、凄まじい活躍を期待したいなと思います。バッターは勝負でという感じの井口監督のコメントでした。はい、ヒーローを挙げるとすれば今日のトゥデイズヒーローね、ナンバー8勝負中村とナンバー91エンニーロメロということだったんで、おめでとうございます。そしてね、明日の試合ですね、ロッテが真鍋さんが登板してきまして、ファイターズの方が上原投手ということで、またこの2人の投げ合いになるかなというふうに思いますね。ちょっと真鍋さんのファイターズ戦対戦成績っていうところがちょっと相性がわからないんだけど、まあ大丈夫でしょう。うん、大丈夫でしょう、おそらくね。ということで、まあ、マリーンズいい形で交流戦を含めるとね3連勝、そしてまだこのリーグ戦が再開してから負けなしということで、まだ負けなしです。状態上がってきてますからね、ここさらに、いけるようにね。そして明日マナブさんで3立て、そっから、まあ、今ね3位争いしている西武との、戦いになりますんで、しっかりと明日も勝っていい流れでベルーナドームに移動しましょう。それでは本日もマリーンズの勝利でございました。イエスマーティンドゥースイエス。